反乱軍は織田軍との戦いに勝利。今川義元と袁紹を味方に引き入れ、織田軍の切り崩しに成功する。そして織田信長はこの怒り。そんな中、風魔というわけで到着。いえ、いいんです。こういう時のいいな、鍛えられた鍛錬をちらっと覗いた限り。心づ信長の秘密に迫る。はい、力いっぱい。この上皇名にまったく、なぜ名族たるこの私。まあまあ、そうぼえ。それにしても風魔の旦腕輪のありかと氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をこっち見りゃうぜ。敵はただの患者か。この名族炎鵬所が出るまでもあるまい。どうしよう、炎鵬殿、動いてくれません。できないね。けど炎鵬殿が果たして本気かどうか。風魔さんの腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいのよ。だって国の関係で血を荒らせてるんだ。うるさい、うるさい。あれ、風魔さんが人間がいるの。あの者らも氏康の忍びを狙っているよ。先に接触されるとちょっとまずいの。接触が出てるってことですね。じゃあ、あいつらの上にやっちまいます。奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退せん。なかなかやるな。拙者も遅れは取れぬ。腕輪を狙う勢力が二つ。信長に教えてやる。風魔の旦那、またよからぬことを考えてますな。もう信長さんにしただけで大丈夫？この問題は、とんでもないことが起こっちゃうよ。何？とんでもないことって。私たち、信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりして、今はお父様を信じて進まなきゃ。あの笑って、まがまがしい芸をついておるの。わし戦の経験長いけど初めて見たよ。あの乱入してきた人たち、ふわみたいなの親戚？あ、違った。でも不気味なところがそっくりだよ。手足これにやるたち、すごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのか。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。
衆は片付いたようだね。じゃあ交渉の目的を達成しようか。へい、クーマの旦那をこっちめる気持ちですね。何なのよ、あの怪しい女。いきなり襲ってきて。ヒーたちが傷ついてしまった。カイン、一度体勢を立て直しましょう。門を開いて本陣に交代。柵の匂いがプンプンする。果たして。あ、敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者の出番。我が部にて柵ごと打ち破ってみせよう。売り安もじゃけど一番の問題は我が部じゃな。何を考えておるのやら。まあ、信長は元の世界では理解不明ですから。長年磨いてきた知力、味わうがよいぞ。この年には勝てんか。なかなかやるな。拙者も遅れは取れぬ。Hey!
三国無双よ。知略試させてもらおう。
つの忍びはいないのだな。ってことはやっぱ罠にかかってくれて嬉しいで、過去を中堅が相手だ。罠を見抜けないとは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。加工波殿、お久しぶりでござる。なぜ貴殿の登場を受けて。俺は王道の姫様に救われたんだ。彼女は途方に暮れてた俺を家族同然に迎えてる。まあその恩ぐらいは返さないとな。俺の負けだ。あるだ。敵ながら見事。武をもって恩に報いに来た。我に用のあるのだ。そんなにたくさん呼んでないよ。これを一人死に倒すしかない。ここで分身の術ですかい。じゃあ一体忍術対決と参りますか。分身の術とは恐ろしき技よ。幻惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかも。腕輪とかあの女とか気になるかもしれないけど、今は小太郎を守らなきゃ。私が相手を務めます。こんにちは、ヒリキですが、よろしくお願いします。え、何がヒリキよ。凄まじいバカ力じゃない。この子の方がよっぽどクワなんじゃないの。ちょうどいい。我が知略試させてもらう。よし。なかなかやるな。拙者も遅れは取れぬ。風とたわんで。すっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。待て、明徳炎本性がやる限りここは誰も倒さんぞ。まさかな。これは助かっちゃったね。さて、観念してもらおうかね。知ってること全部話してもらうよ。風は捉えられる。なんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。お父様の道を信じて戦ってきた。でも負けてしまった。私は一体どうすれば。
さて、おことたちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても大したことはわからないわ。小太郎は腕輪を探してること、親方様は信長の覚悟を認めてること、それぐらいよ。私たちはお父様を信じついてきました。でも、もし腕輪を使うと恐ろしいことが起こるのなら、これ以上織田軍の元で戦うことはできません。どうか私を連れて行ってください。お父様に真実を確かめるために。簡単にはうなずけないね。わしらと一緒にいれば氏康とも戦うことになるだろうし。承知の上です。それぐらいの覚悟を持って問わなければ、きっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直、あの女の言葉気になって仕方ないんです。納得できない限り信長に協力なんかできない。俺もただ姫様への恩返しでいただけだしな。知ってる顔もいるし、そっちに受け入れてもらえると嬉しいんだが。皆の考えは分かった。ならば喜んで受け入れよう。こちらとしても戦力が増えるのは大歓迎じゃし。わあ、これからは皆さんと一緒に戦えるんですね。よろしくお願いします。そういえば、あの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かせていないのに、また謎が増えちゃったね。いろいろ偵察はしてましたが、あんなのを見たのは今日が初めてですぜ。ん？初めてのはずだよね。見てて、乙女の心意気。みんなの力になりたい。輝く鎧武者。いい感じだ。俺は執着。後世殿、こんなところで。その城が信長。なんと。俺はなんとかだ。ええ、もちろんです。ハム、聞こえたぞ。あなたも。では行きましょうか。